お肉まる。暗いマッスルモンスター。お肉まる。いや、かわいい名前だな。お肉まるいいな。こんにちは、こんじきたまさぶろうです。今日はドラクエやっていきたいと思います。前回からの続きだね。これの上に乗ってくださいって言われてたよね。いや、おっきいお花だな。いや、これなんか一回やってみたいな、こんなのね。実際にこんな大きいお花あったらいいのにな。はい、たどり着きました。あ、この子は初めて見るんじゃない？なんていう子ですか？うわぁ、目が3つある子だ。ファーラット、この子持ってないよね。絶対、あ、戦闘スピードを2倍にできます。まあ一旦このままでいいかな。まあ慣れてきたりとかしたら早くしてもいいのかもしんないね。オッケー、じゃあ戦いましょうか。まあ適当に攻撃した、あ、違う、間違えた。スカウトしたかったんだ。間違えて倒しちゃった。ああ。ちょ、もう一回捕まえるわ。さあ、レベルアップしたね。お、スキル割り振りしよう。ドラ玉が来た。闇の心。ドルマ。いけるんで。これ使おう。オッケー。ここは、特に何もないんか。なんか怪しいけど、むちゃくちゃ。あ、宝箱あるじゃん。これゲットしといて、宝箱開けよう。何かな？あ、餌だね。これスカウトアップするから、まあ、もし捕まえにくいやつとかいたら、餌あげれば捕まえやすくなるんだよね。あ、いたいた。ファーラット。ゲットしよう、ファーラット。おーい。さあ、オッケーだね。じゃあ、スカウトしましょう。まあ、この子は全然捕まえられるんじゃない？普通に。あ、余裕だね。100いくんじゃない？うおー、100%！ ベリーナイス！よし。まあ、この子は別に仲間にはならないかな。仲間というかね、メインにはしないと思うんで、そのまま行っちゃおっか。まあ、さすがに、この串刺しツインズはまあ、あれなんで、このことを変えようかな。あの、サブも4匹入れれるからね。表4匹、裏4匹入れれるんで。で、他は、ボックスに行くって感じだね。で、ドラキーちゃんでしょ。あ、この子は持ってないんじゃない？うわー、ちょっと気持ち悪いか。虫苦手な人、気をつけてね。キャタピーラーだ。キャタピーじゃん、ほとんどね。ポケモンのキャタピーみたいな。まあ、一応捕まえとくか。一応ね。まあ、配合っていうのもあってね、合体させてモンスター作るっていうのもあるんで、一応、何かに必要かもしんないからね。一応ゲットしとこう。ちょっと不本意だけどね。朝機嫌悪くなって。まあ、機嫌悪くなって。いや、毒攻撃大丈夫か？毒食らった？一応、道具使ってみるか。ね、どれだ？あ、これね、魔物の餌があるんで、これ使って、スカウトしてみよう。さあ、ハートたっぷりになった。これでどれぐらい入る？いや、でもちょっと機嫌悪くなってるから微妙か。 46% 一発目で使わないといけない。これでダメだったらもう倒すわ。いや、ダメだ、倒そう。倒します、倒します。毒とか攻撃してくるからちょっと嫌だよね。倒しまーす。お、メラだ。燃え尽くせー。お、ベアリオッケー、一発だ。強いわ、スラタマ。さあ、いるね。リベンジ、リベンジ。さあ、今度はもう、いきなりアイテム使います。いきなりアイテム使って、キャタピラーだね。で、スカウトします。これを。さあ、これで、ラブリーマーク絶対つくのかな？これは確定かな？あ、捕まえたことがあったらチェックマークつくんだね。さあ、50% はいくでしょ？オッケーオッケー。62% ならまあ、さすがに行ってくれよ。頼む。オッケーオッケー、ベリオッケー、ベリオッケー。いやー、結構気持ち悪いなー、この子は。キャタピラ、まあ、これはこのままにしよう。で、さすがにちょっと、そのままボックス送りします。この子はちょっとさすがのボックス送り。まあ、何かに使うかもしれないということでね。一応ゲットはするけど。まあ、できるだけ持ってないやつはゲットしていきたいよね。なんか、スライム、このスライムでかくね？え？スライム。なんかでかいよね。明らかに一人だけでかかったよね。もうこの子をさすがに捕まえようか。スライムはもう一匹持っちゃってるから、餌を使った方がいいよね、多分ね。餌を使って、で、スカウトしてみよう。何パーぐらい入るんだろう。
40% ぐらいは餌も使うから入ってほしいな。寝てるし、寝てての関係あるかどうかわかんないけど、ポケモンだったら眠り状態で捕まえやすくなるもんね。あ、いったいった、 65% いったらいいんじゃない。すやすやしてるし、行くでしょ。オッケーオッケー、ベリーオッケー。これ大きいからね、このスライム。よし、大きいんで、まあ、この子も普通にスライムでいっかね。大きかった、レベル1か。まあ、ボックスに入れとこっか。スライム系はね、可愛いし、まあ、配合とかで必要になるかもしれないんで、一応持っとくわ。あ、季節変わった。おー、すげー、この子はむちゃくちゃ欲しいぞ。イバラドラゴンみたいな子でしょ。オッケーオッケー、イバラドラゴン、これ見たことあるもんな。これはさすがに道具とか使わないと無理でしょ、多分ね。強そうだもんな、明らかに。いや、結構あれだな、道具がもうなくなってきちゃってんな。これをさあ、どうだ。 40% くらいってほしいけどな、なんとか。今だ。 20% とかだとちょっとあれだもんね、可能性感じないもんね。オッケーオッケー、 37% なら全然ワンチャンある。いけ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 、あった、ベリーオッケー。共に行くぞ。この子は絶対強いよ。オッケー、トゲトゲだからトゲくんにしました。この子はまあ仲間に入れていいですよね。いや、でもこの並びで言うとちょっと難しいよな。まあイカオ、ラビー、ファーラット、まあそうだね、ファーラットと、切り替えるかな。まあナスビは普通に可愛いからな。トゲくん切り替えたいと思います。ちょっと待って、こいつは、待って待って、あーって聞きちゃった。あれ、消えちゃった、今いたのにね。ギガンテスがいたよね、今。いなくなっちゃったんだけど。なんでなぁ。で、モグラいるからゲットしとこっか、モグラ。ギガンテスいたよね、今ね。変な敵に当たったら。あれになっちゃった。いなくなっちゃった。いたずらモグラ捕まえよう。いや、まあまあ、こんなもんか。46%。いけ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 。オッケー、ベリーオッケー、ベリーオッケー。よし。オッケー、モグラのモグモグにしました。この子はまあ、ナスビーとまあ、交代から、さすがにナスビーもまあ、耐えたけど、こっからでも難しくなってくるよね、正直ね。結構もう、可愛いメンバー揃えてるよ。あー、すごい。待って、この子は絶対欲しい。ドラゴンだ。うわ、コドラだ。いや、これは結構むずいでしょ、絶対。これは道具を使った方がいいよ、これは。さすがにドラゴンはだって絶対強いでしょ。 OKOK、 行こう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 。今だ。さあ、どうだ。いや、行ったんじゃない。意外といけた、意外といけたわ。なんでだ。 70% で捕まってよ。さっき 30% とかで捕まったのに。もう一回言っとく。機嫌が悪くなったになったら下がっちゃうのかな。 70% にはならないんだよね。 60% か。でも 10% ぐらい下がったぐらいだったから、いけるでしょ。いけ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 。 OK、 バッケー。共に行くぞ。さあ、この子ね。オッケー、ちっちゃい恐竜みたいだったからミニザウルスにするわ。うわー、で、こっから難しくなってくるよ。もう誰を覗くんだって話になってくるもんな。いや、もうこの子この子いるのかな。邪魔だけどな、正直。このドローンね、でも失礼だもんな。モンジーがせっかくくれたからね。とはいえ、ちょっと邪魔だけどな。まあ、イカオか、モグモグか、ラビか、トゲくんか。まあ、この中だとそうだな。難しいけど、まあ、ラビ、出てもらうか。待って、これなんか、そうだね、ドラゴン、ドラゴン、ドラゴン2体いるのか。スライム、ドラキー、泥人形。そう、まあ、一旦ラビかな。泣く泣くだけどね。ちょっと、さすがにでも、この子をなしにはできないからな。
いや、この子ゲットしたいよな、普通に。鶏ね。ちょっとチャレンジしてみるか。今ならワンチャンあるんじゃない？さあ、この大鶏ね。道具は、まあ、燻製肉がちょっともったいないよね。だから、まあ、魔物の餌にしといて、レベルも上がってきてるから、全然ワンチャンあると思うんだよな。40%いけ。今だ。あ、いったんじゃない ?40%。オーキョケ 39% 3級で。あー、ダメだ。機嫌悪くなっちゃった。これはまあ、倒せますか。いや、砂煙嫌だな。命中率がね、下がっちゃうんだよね。まあ、倒そうか、ここは。いや、でも、せっかく上げてるからな。アイテム上げてるから、もう一回チャレンジするわ。ただ、機嫌悪くなってるから。いや、そうだね。パーセントは下がっちゃう。31%どうでしょうか。お願い。いやーん。まあ、もうダメそうだね。アイテムを上げることであれか、3%、増えてるっていう感じなのかな。まあ、これはもう戦おう。3% だけ捕まえやすくなってるみたいなことだね。だから別にアイテム使わなくてもいいかもしれない。 3% だったらね、正直。まあ、そんな大きくは変わらないから。てか、ドラ玉強かったな。で、このギラがね、全体攻撃なんだよね。このおまんじゅうちゃんのね、これ結構強いね。全体攻撃はありがたいね。さあ、レベルも上がってきたね。ちょっと割り振ろっか。これ、誘う踊りゲットできるからね。誘う踊り。ゲットしましたと。で、この子も、ホイミでこれ回復できるようになるんじゃない？来た、ホイミだ。これいいからね。回復技ね。え、大イワトリ起き上がり、あ、この精度あるんだね。お肉とかをあげて倒したら、ワンチャン仲間になることがあるんですよ。仲間になってくれた。仲間にしよう。この子はだってもう強そうだよ。大鶏。やったー。まあ、この子はさすがに KFC だね。ケンタッキーフライドチキンで行きましょう。ちょっともう鶏肉というかね、鶏と言ったらもうそうなっちゃうもんな。で、KFC をどうするかだよね。まあ、ドラゴンがもうちょっといっぱいいるから、まあ、茨ドラゴンもいいけどな。どうしよっかな。大鶏。どうしよっかな。いや、迷うな。でもドラゴンがもう3匹いるから、ちょっと、あれだよね、ドラゴンに勝てりすぎてるよね。その中で言うと、まあ、茨ドラゴン一旦アウトかな。ドラゴン3匹の中で言うとね。オッケー、戻ってきました。そうじゃった。一つ言い忘れておったわい。連れて行ける魔物がいっぱいの時、新たに仲間になった魔物は預かり所に送られるぞ。預かり所は牧場にあって、村の中央にある旅の扉から行けるんじゃ。旅の扉を使えるようにしておくから、詳しくは牧場管理人のザックに聞いてごらん。お、旅の扉だった。なんだろう。そうじゃ、大事な話があるから、また後でわしのお店においで。オッケー。預かり所ね。預かり所にまず行ってみよっか。で、この子はありがとうね。さっきね、修行ね。いや、君天才だわ。いつか超絶ビッグなモンスターマスターになっちゃうわ。てか大事な話があるっぽいから、モンチーの店に行くの忘れないでちょ。オッケー。村の中央、あ、これ、ここか？あ、ここはでもあれだもんな。これか！これだ！牧場に行けるわ。お、これが牧場か。あ、ザックってザクッとやられるっていじってたザックか。そのザックだね。さあ、ここで捕まえた子たちがここにいるんだね。あ、ザックいるわ。こんにちは。おお、来たか、この玉。わしがこの牧場を管理しとるんじゃ。ここでは仲間にした魔物を預けたり、連れていく魔物を入れ替えたりでき、なるほどね。預けている魔物に用があるときは、わしに声をかけてくれ。では、早速。
だここで、まあ、モンスターを入れ替えたりとかできるんだね。オッケーオッケー。お気に入り設定は、仲間が増えても、探しやすくなると。まあまあ、一旦いいかな。お疲れさん。気をつけていくんじゃぞ。寝てる、おまんじゅうちゃん。で、この子がスライムでしょ。もう一個捕まえたスライムが大きかったんだけど、その子はいないのかな。大きいなーって言ってたよね。あのスライムちゃんいない？いない、ビッグスライム。雨降ってきた。いないわ。かっこよかったのにな、ビッグスライム。まあ、戻りますか、じゃあ。オッケー、モンジーが用あるって言ってた。あ、宝箱あるけど、あれ、ゲットできないのか？裏から行くのか？あ、季節が変わるのかな？こっから入って。これ開けられるか？あ、いや、モンジーが来た！あ、開けられないんだわ、これは。あ、移動してくれるんだ、モンジーはね。これ何？教会？かつて正しき道を外れた古き神は恐ろしい怪物を生み出しました。その怪物は今もどこかで眠っていると伝えられています。もう何のことだろうね。まあ、モンジーに話しかけるか。よく来たな。多くの弾は待っておったぞ。アゲピピから聞いておる。お前には並外れたモンスターマスターの才能があるとな。やはり血は争えんということか。お前には魔族の王、ランディオル大帝の血が流れてるのだ。お前は以前、いつか、不王かな、敵討ちをしたいと言っておったな。あの決意は今も変わらぬか。もうわかんない僕どうしたらいいか。嘘をつかんでもよい。不王に、敵討ちをしたい。野心はまだ捨ててはおらんのじゃろ？わかんない。あ、もうこれはダメだ。一生続くんだね。強制だ。そうか。うん。愛わかった。ならば。来た。モンスターバトル大会に出てみるといい。モンスターバトル大会？ここより、はるか西に、エンドールという大きな町がある。うん。そこでは、モンスターマスターたちの戦い、モンスターバトル大会が開かれておる。へえ、面白そうだね。そこで勝ち上がり、名を上げれば、名声は、必ずや父の耳にも届くじゃろう。おお。だが、お前が進もうとしているのは険しい道じゃ。本当に覚悟はできておるか？わかんない、うん。それもよいじゃろう。お前にはこの村で平和に生きていく道もある。そうだよね。家族みたいなもんだって言ってくれてたもんね。だが、気持ちが変わった時は、いつでも力になろう。また来るといい。あ、やべ。一体、このまま村にいるやつになっちゃった。やっべー。来て、モンジー。気が変わった。モンジー、気が変わったわ、ワーク。変わんない、変わんない。で、こっちをスキップするわ。モンスターバトル大会に出てみるといい。だが、お前が進もうとしているのは険し。覚悟できてる。ん？できました、今。よくぞ言った。そうと決まれば、早速準備じゃ。オッケー。エンドールへつながる旅の扉を開けておいた。この旅の扉から、行けるじゃろ。モンジーお別れ？まずは大会で G クラス優勝を目指すのじゃ。健闘を祈っておるぞい。オッケー、頑張るわ。 G クラスね。じゃあ行きますか。エンドール、いきなり控室に行くんだ。すごいな。さあ来ましたよ。もういきなりバトルなの？これ。ここはエンドールのコロシアム。今、モンスターバトル大会が開かれている。出場希望するならカウンターにいる受付に話しかけることだな。こんにちは、受付しまーす。よろしくね。あらあら、ニューフェイスね。ここはモンスターバトル大会の受付よ。大会は8つのクラスに分かれているの。新人さんは一番下の G クラスからね。
3人勝ち抜ければ優勝よ。バトルが終わると毎回体力が回復するから全力でいきなやつ。あ、そうなんだね。オッケーオッケー。挑戦する。エンドール闘技場へようこそ。今日はどのクラスに挑戦するのかしら。G クラス10ゴールドね。オッケー、行きましょう。挑戦しよう。全力で戦ってくるのよと。任せてよ。さあ、来ました。強いのかな ?G クラスって多分、モンスターにもクラスがあるんですよ。それの、まあ、一番低い G級モンスターたちの大会ってことだよね、多分ね。新たな挑戦者がやってまいりました。おい。ロザリーヒルから来た、謎のイケメンマスター。もうイケメンマスターって言われてるじゃん。その名はコンタマだ。見てこのメンバー、かっこいいでしょう。対する相手はこちらもルーキー、地元では元気印のお祭り男、お祭り男、警棒。オッケー、警棒よろしく。なに、めちゃくちゃ強そうじゃん。勝てるかこれ。なんか見たことないようなモンスターいるし、あの水色のドラゴン強そう。めちゃくちゃでかいじゃん。でかいやつって強そうだもんな。あの水色のスマイルリザード、確かにニッコニコだ。イルカもいるわ。イルカチンチン、シーホース、プチアノンか。作戦とかもあるんだ。作戦、あ、それぞれガンガン行こうぜとかそういうのがあるんだ。5種から詳しい、どの魔法を使ってとかそういうのはできないんだね。ホイミがあるからスラーにはね、サポートとかするっていうのはありだよね。ガンガン行こうぜ。これはもう戦力奪いでいいんじゃない？この子はね、この子は戦力奪って、スラタマはホイミ覚えてるからサポートをやって、でこの子はもうガンガン行ったらいい。ガンガンで、おまんじゅうちゃんもガンガン行けばいいから、この作戦で行きましょう。 OK、 まずはメラでバコーン。オッケー、倒した、ナイス。イルカチンチンを倒して、シーホースもいけ。おお、強い強い強い。ドラタマナイス。あ、まあまあ、あれ意外と大きいだけか。ギラは全体攻撃だからね。ドーン。オッケーオッケー、ベリーオッケー。そして攻撃、これはもう勝ったね。意外と弱かったわ。よかったよかった。経験値とかはもらえないんで、多分ね。第1試合の勝者はこいつだ。やったー。ここにゴールデンルーキー来たる。ゴールデンルーキーだって。会場を支えているぞ。わーい。2回戦の相手は G クラス界の重鎮。重鎮っぽいな。ライブダンサー、トメジ。どんな2つなの。ド回転ポエムダンサー、なんかいろんな要素詰め込みすぎだよ。トメさんね。うわ、強そう。何あのスライム、羽ばたいてるよ。それでは続いて第2試合。なんかいろんなモンスターいるね。楽しい。ナスビと羽スライムだって。耳飛び水ね。耳じゃない、ネズミが耳で飛んでるんだ。で、タップペンギン。かわいいね。かわいい。ちょっと鳥っぽいのかな。まあ、ナスビだけ違うけど。鳥タイプで揃えてんのかな。さあ、まずはメラで、誰をやるんだ、スライム対決。うわ、倒れない。さあ、ドルマで、この子、やれ。オッケーオッケーオッケー。強いね。ドルマ強いな。メダパニダンス。なんだったっけ、メダパニダンスって。混乱するんだったっけ。オッケーオッケー、全部ミス。スライム叩き。うわ、スライム専用技じゃない、魔法トラ踊り。 MP を奪うんじゃなかった、魔法トラって。うわー、7奪われた。さあ、そう踊り、来た来た。これ何だったっけ。休みになった、強っ。3体休みになったんだけど、めちゃくちゃ強いじゃん。動けないんでね、3体とも。1回休みになってる。え、もしかしてドローン強い、大活躍じゃん。3体の動き止めたから完封だ。おー、ベリーナイス。いや、素晴らしかったね。アメイジング。やったやった。この展開を誰が予想できただろうか。
恐るべしイケメンルーキー、ね、イケメンだもんな。最後の相手は、うわ、皆さんお待ちかね、博愛マッスルモンスター DJ お肉丸。博愛マッスルモンスターお肉丸、いや可愛い名前だな、お肉丸いいな。うわあいついるわ、誰、ブラウニーだったっけ、大木槌みたいなやつ、あれ可愛いよね。勝利の女神はどちらのマスターに微笑むのか。いいモンスター持ってるな。あと一番左の子は分かんなかったな、水色の子。さあかっこいいね、ラスボスって感じの、ラスボスじゃない、ボスって感じの音楽流れてるわ。ピクシーだ、ピクシー、大木槌ね。でアントビア、いたずらモグラだ。さあ行け、まずはメラで、オーケーオーケー、全然いい全然いい。でドルマで、ドルマで大体1体いけるんだよね。いや落ちないか、強いな。さあピクシーの攻撃、ハートブレイク、やばい、なんだハートブレイクされた、獣が痛い、あ全然大丈夫全然大丈夫、この子強そう。うわー強烈な攻撃。さあ誘う踊りは何だったっけ、誘う踊りが休ませるやつ。オーケー、二人休ませた、ベリーナイス。ドローンがいいぞめちゃくちゃ。そして全体攻撃をバチッと当てて一匹落として、めっちゃ強いドローン、素晴らしい。でピクシー落として、で二人休みになってるもんね。ゾシーンと落として、ラスト一匹休みになってる。待って、ドローンがめっちゃ活躍してるじゃん、ナイス活躍ドローン。最後はフィニッシュ。強っ、誘う踊り強いなめちゃくちゃ。やった、優勝か、これでね、やりました。なんとなんとなんと、 G クラスを勝ち抜いたのは謎のイケメンマスターだ。やったー、惜しみない拍手をお送りください。拍手してして、この玉は G クラス優勝の賞品として条約層を手に入れた。さてさて、バトル大会はしばし休憩タイム、お次は余興をお楽しみください。あ、なんかあれだ、あのパッケージに載ってる女の子だ、この子なんか重要な役割を果たすんだよね。さあさあ、とくとご覧あれ。うわこの感じ、ドラクエのモブいいね。今朝捕まえたばかりの本物のエルフだよ。捕獲されてる奴隷みたいなこと。こいつらが泣くと、なんと驚き、目からルビーの涙を流すんだ。うわーえぐいな。素敵、早く泣かせてみせて。うわーちょっとやばいな、みんなやっぱもう行っちゃってるわ、完全にぶっ飛んでるわ。涙を売れば金になるってことか、そいつは笑いが止まんねえな。いやゴミゴミたちだ、人間界のゴミたちが。さあさあ、この超貴重なルビーの涙、お買い上げいただく方はいませんか。やばいな。よし、わしがいただこう。ありがとうございます。うわこの鞭で殴るってこと、早速。ちょっとやだな、普通に重たいテーマだなこれ。おら泣け、下等種族めが。うわ泣かないともっとひどい目に遭わせるぞ。どっちが魔族かわかんないもんね、もうこうなってきたらね。人間じゃないよこんなの。本当にルビーなんだ。いやすごいけど、でかいし、ほんで、おお素晴らしい、これがルビーの涙か。壊れた、 なんと砕けてしまったぞ、こんなのインチキではないか。なんだ、逃げろ逃げろ、
いえいえ、そんなとんでもありません。お客様、まずは落ち着いて。なんで壊れたんだろうね。誰かが壊したのか。あのエルフ逃げたぞ。逃げて逃げて。くそ、ふざけやがって。いや、ガチやばい、この人たちが。あ、これあれかな、コンタマがやったのかな。コンタマもだって耳が同じだったからエルフなのかな。あ、でもエルフではないか、魔族とのあれだから。エルフではないけど、まあ、魔物側でもあるから、見てられなかったっていうところはあるのかもしんないね。やば、追いかけてきてる。隠れた。くそ、見失ったか。逃げ足の速いエルフだぜ。うわあ、なんで見つかっちゃうの。そんなところに隠れてやがったか。やばいよ。さあ、いい子だからおとなしくするんだぞ。ん？なんだ？誰かいるのか？なんだ？え？頭燃えた？ちくしょう！助けてくれ！頭から青い炎みたいなのが出たよ。あ、コンタマがやったんだ。今のは優しいやん。今のはあなたがやったのですか。まあ、ここはちょっと違うよって言っとく。いや、たまたまだよってね。言えすぎた嘘を。あ、バレた。なんてひどいことを。え、ひどいこと。あんなに苦しませて。人間だって私たちと同じ生きとし生けるものなのに。あ、苦しませたことが良くなかったのか。もう一瞬でやってくるよってこと。どういうことだ。え、私の名前ですか。あ、名前聞いたんだ、いいね。私たち森に暮らす者に名などありません。名前ないんだ。つけてあげようよ。じゃあ、達郎とかどう？達郎。ロザリー。ロザリー？あ、ロザリーってつけたのか。いい名前、おしゃれだな。確かに達郎って感じじゃないもんな。そうになっている村の名から、それを私の名前に。お、そっか、だってロザリー、そうだよね。ロザリーにいたもんね、さっきまで。イケメンだな。あ、来た、フォーク持った子。パートナーかな。心配かけてごめんなさい。へえ、可愛いね。この子仲間になってほしいな。このフォークの子ね。あの、あなたのお名前は。ルーラで逃げた。不思議な。イケメンだな。名乗らないんだ。で、帰ってきたと。スラップル、どうした？誰か来たのかな。うん、文字か。僕はミンミだよ、覚えておいてね。ストーカーじゃん。女の子追いかけてきたんだけど。ミンミね。私はロザリー。ダメだって、そんな勝手に人の家に来ちゃストーカーですよ、これは。立派な。ロザリーってことは、君がこの前王子が助けたってエルフ。いや、そうだけどさ、はい、怖いって。これはいくらなんでも本当に感謝しています。お礼に美味しい
木の実を持ってきました。木の実、お、食べた。スラップル。それで、その…怖い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 、何をします。だから私をおそばに置いてください。いやいや、やめといた方がいいよ、これ危ないよ、この人。断った方がいいって、絶対危ないって、急にそんな押しかけてくる人。いやいや、それはそうよ。やっぱりそれは順序みたいなもんがあるからね。急にこっちは名前も名乗ってないのに、家に勝手に来たらびっくりしちゃうよ。入ってきて。友達が増えたらきっと楽しいよ。僕はいいと思うな。うわー、だからあれだ。美味しい木の実をスラップルに食べさせる作戦だ。これで3対1の構図が生まれちゃってんだね。お願いします。私、お料理、お洗濯、お掃除、何でも得意です。いや、そんな。一度は人間に奪われたこの命、どうかあなた様のために使わせてください。いや、ちょっと怖いよね。なんかね、この人絶対裏切るタイプの人だって。怖い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 。ほら、なんかハーハー言ってるし、やだわ。なんか、いや、わざとらしいな。うん、うんって。ダメなの？村の名前しか教えてくれなかったから一生懸命探して。うわー、そっか、ロザリーって言ってからロザリー村ってどこなんだって探してここを突き止めたってことか。なるほどね。人間たちに見つからないように命がけでここまで来たってのに。あー、まあ、そっかそっか、それがあるか。そこのバックグラウンド確かに読み取れてなかったわ。そうだね、あれだけひどい目にあって隠れておくべきなのに、それでもリスクを犯してここまでは俺を言いに来てくれたっていう、そういう捉え方ができるのか。このバックグラウンドが分かってればね。村の人から聞きました。うーん、あなたは己の呪いを解く方法を探しているのですよね。呪いを解くのにエルフに勝る種族はいません。あなたの呪いを解く方法も必ず見つけます。なあ、これは響くね。呪いを解くのにエルフに勝る種族はいませんと。呪いを解くのが得意なんだ。それは大事なことだもんね。すごいすごい、王子の呪いを解く方法を見つけてくれるんだって。うん、これはこたる理由なくなったね。ほら、上手だな。あのフォークちゃんのフォローもあってね。まあ、一旦ちょっと答ってみるね。一旦ね、もういいんだけどね。そんな、どうかお願いします。鉛が強くなった。呪いば解いてみせますから。どんどん鉛が、鉛攻撃だ。まあまあ、はいにしとこうか。確かに鉛に弱いもんね。鉛ってかわいいもんね、ちょっとね。ありがとうございます。これは作戦勝ちだな。あなたのお役に立ちます。まあまあ、手伝ってくれるっていうことだからね。これなんかあれかな、仲間になってどうなるんだろう。一緒についてくるだけかな。あのフォークちゃんとか仲間になってくれたら使いたいけどな、可愛いし。数日後。あ、なんだ、逃げてんのか。ミンミか、ミンミね。人間に見つかりそうなんです。いやー、これ大変だね。でもね、人間に追われるっていうのは。この村の近くにも人間が。いやー、これなんか複雑だね。どっちが、なんか人間が別にいいものっていうわけでもないっていうところが複雑だよな。危なかったね。早く村に戻ってあの人に伝えよう。私のためにこの塔を。え、プレゼントしたの？
これを？え？この球ガチ？やりすぎじゃない？これはプレゼントしたの？この塔ごっついな。わかりました。何が？あなたの命令がない限り私はこの部屋から一歩も外には出ません。安全のためにってことか。だけど私とても幸せです。ここであなたと一緒に過ごせるんですから。でも僕はここにいないんでしょ。だってで外出てくでしょ。まあ、スラップルもいてくれるんだね。じゃあロザリーのことはスラップルに任せてこのまま冒険に行くみたいなことか。危ないからね、人間に見つかったらもうひどい目に遭っちゃうから。ロザリーはあなたのおそばにいます。どういうキャラクターなんだろうな、これどんな活躍を見せるんだろう。あんましっくりこないね、正直ね、今はね。あ、追加コンテンツ利用可能になったって。やったー。解放された。あ、衣装？なんか衣装とか、なんかいろいろできるようになったぞ。オッケー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 。なんか使えるようになった。ちょっと着てみるか、じゃあ、衣装。着替えました！じゃ強そうすぎる、もう。誰にも負ける気がしないわ。魔族の鎧着てみた。これでしばらく行くか。めちゃくちゃ強そうだもんね。はい、ということで今日は時間来たのでね、これで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。